はい、半幕の本家の半間岩先生です。今回ね、人間たちの勢力ですね、実際は私がね世界一の億万長者なんですけれども、例えばマイクロソフトだろうとね、アマゾンさんだろうとね、投資家の3位の長者番付だろうと、仕事としては私の方が上でね、たくさん仕事してるんですけども、人間たちは人間たち、下の生物、人間たちなんですけども、まあ人間というのはそもそも私が明記したもので、これが人間だよというようなことを示して作ったものなんですね。だからまだにそれはこの世の中の人間たちというのは人間にはまだなってない、良くない方に動いてますね。で、例えば清少納言も太ってるからね、その時は食べ物が豊富に食べてなかったから、ね、太ってる人でも美人でいいよというふうなことでね、私が決めて作ったわけですね。で、世界中何かと作ってるんですね。で、中国でも私が作ってるんだけども、それを隠して、証拠を全部消すんですね。で、本物貴族なんで、日本よりか古いんでね、世界中なんですよ、本物貴族はね。自分の国っていうのは全部なわけですね。で、今回私が大変だったのは、人間界で年金をねもらうのがやっと最小限が出てきたんですよね。25年以上払ってるともらえるんですけど、30年になるわけですね。で、30年と、30年入れてるんですけどね。で、妨害でね、一番億万長者でありながら最低限の年金という額なんですけども、これも戦争以上の激しい人間たちの、一番億万長者でありながら妨害ですね、殺しばっかりやるわけです、妨害でね。私の普通の真面目な仕事に対して年金を払わせないように、徹底して戦争以上の攻撃でね、人間たちが全員がかかってきましてね。で、現在60になってるんですけども、またそういう妨害でね、一番年金ももらわないといけない、働いてるというのに対し、最小限の年金というねことにされたわけですね。偽造もされましたしね、年金に支払ってるのに支払わないようにしてます、世界政府はね。で、そういうのもありますし、政府の不正でね、支払わないとかいうことで来ておるわけですけどね。で、それでね、脅しとかいうのがほとんどですね、もらったら殺すぞというようなことでね、社会で、世界一億万長者でありながらね、そうやってきて、最小限で生活、最小限は生活できる年金はね、手続き上はついてるんだけども、本当だったらその、年金の私の場合の考えだと100倍以上もらわないと本当はいけないわけですよね。で、世界一の億万長者、年金だけでね。で、めちゃめちゃにすごい妨害でした。年金をね、人間たちからもらう、上の生物として少しでももらうというのってね、大変でしたね。私に対して人間全員が団結して妨害すると、仕事を、稼ぎをね、稼ぎを出さない、稼いだものを絶対支払わないとっていうことでね、非常に大変で、
最小限を取るのに大変でした。で、普通の人は働けないから大変だというのはと違ってね、私は事実上は地球上で一番億万長者、本物の貴族なんですね。で、あらゆる妨害がありましてね、で、それに対してね、現在まででね、今回は年金の話だけども、絶対になるその大きい妨害ですね、兵器まで使って、世界中の兵器まで各国が使って脅してね、支払わないというようにね、ごわされました。世界中の兵器まで使ってですね、日本の力だけじゃ私には対抗できないから、世界の政府が妨害してね、私の年金を支払わないというふうに活動をずっとしてきておりますね。で、それでね、一応年金を作るのに、まあ、一応はほんのちょびっとですね、月3万ぐらいですね、今のところはね、60なんでね、30年年金は払ってるんだけども、めちゃめちゃ少ないですね。基金が月6000ぐらいで、厚生年金基金ね、普通の。あと会社の基金でですから、1000円ですね、1000円ちょっとぐらいですかね。だから今すぐもらうとしたら、3万1000円でしょ、国民年金でね。それから基金が65からね、まあ5000円プラスと基金でね、5000円プラスと、1500円ぐらいプラス、1000円ぐらいプラスですかね。で、結局65からだ、今